アガメムノーンに娘の返還を求めるクリューセース。ルーブル美術館所蔵。クリューセースはギリシア神話の人物である。長母院を省略してクリューセスとも表記される。主にが知られている。以下に順に説明する。このクリューセースはクリューセーシのアポローンの神官で娘クリューセースの父。トロイア戦争の際、娘がギリシア軍の捕虜となったため。 クリューセイスは身の白金を持ってギリシアの陣地を訪れ娘の解放を起こったがクリューセイスを手放したがらないアガメムノーンは彼を乱暴に追い返した。このためクリューセイスはアポローンに祈りを捧げギリシア軍に報復することを願うとアポローンは怒ってギリシア軍に対し9日監視の矢を振らせ多くのギリシア兵が薬病で死んだ。アガメムノーンはしぶしぶ クリューセイスを返すことに同意したが、代わりにアキレウスの捕虜、グリーセイスを奪ったため、怒ったアキレウスは戦場に出ることを拒否した。オデュッセウスが船で娘を返しに来ると、クリューセイスはアポローンに犠牲を捧げ、怒りを解くことを願ったので、ギリシア軍は薬病から解放された。このクリューセイスは、クリューセイスとアガメムノーンの子。 上記のクリューセースの孫にあたる。ギリシア軍の捕虜になっていたクリューセイスは解放されて、父のもとに返されたとき、すでにアガメムノーンの子を見ごもっており、生まれるとアポローンの子として育てた。後にタウリスのトアース王のもとから、オレステスとイーピゲネアが逃げてきたとき、クリューセイスは自分が彼らと同じアガメムノーンの子であると母から教えられ、 オレステイスと協力してトワースを殺し、タウリスからアルテミス心臓を持ち出し、ミュけナイに帰ったという。このクリューセースは、クレータ島の王、ミーノースとニュムペイのパレーアとの子で、エウルメドオーン、ネイパリオーン、ピロラオスと兄弟。パロス島の住人で、ヘーラクレースがパロス島に立ち寄った時に、ヘーラクレースの仲間を殺したため、兄弟と共に殺された。 このクリューセイスは、シーシュポスの子ハルモスの娘クリューソゴネーアとワタツミ、ポセイドオンの子でミニュアースの父、プレギュアースの後を継いでオルコメノスの王になった。ありがとうございます。